本目の撮影なのでセオリー通りに行きたいと思います。なぜかというと、あまりにいろんな挨拶をしてると僕が何者か分からなくなってしまうので、今回はまだ一滴も飲んでないので、さっき二口ぐらい飲んだわ。今回は思考シリーズやっていきたいと思います。今回私が作ります思考シリーズは、皆さんからリクエストがあったものでございます。思考の麻婆豆腐です。これはですね、ガチで自信あります。これは言わせてください。この麻婆豆腐は世界で2番目に美味しい麻婆豆腐です。一番美味しかったのは、僕が中国でホームステイした時の、そこのお母さんに作ってもらった麻婆豆腐が全く超えられてないんですけども、それに限りなく近づけた麻婆豆腐です。多分ね、もう超えられないと思います。僕ずっと麻婆豆腐作り続けてきて、中国のお母さんの味を超えられてないので、何か特別な調味料が必要なんじゃないのかなっていうぐらいです。それが思い出補正ですね。なんですけども、この麻婆豆腐も日本では一番うまい。なので今回は日本一の麻婆豆腐作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いってみたいと思います。豚ひき肉、これ 100g です。ニンニク2かけ、長ネギ1/2本、まあ、ちょっと太いもんですね、これね。今回ね、絹豆腐、木綿豆腐で作っても美味しいんですけども、最近僕絹派なので絹で作ります。絹豆腐1丁 300g ですね。調味料です。今回ごめんなさい、調味料、麻婆豆腐ということでちょっと変わった調味料使います。甜麺醤と豆板醤です。これあんまりうちのチャンネル登場しないんですけども、豆板醤と甜麺醤を使わないと美味しい麻婆豆腐作れません。なのでこれ買ってください。他にも使うところ教えますから。はい、であと片栗粉、お醤油、酒、僕が使ってるのはソーミシャンタンですね。ウェイパーとかでも大丈夫です。これが一番旨味が出ます。ごめんなさい、あとラー油もいります。この材料だけでマジで美味しい、中華さんに負けないぐらい美味しいのが作れますんで、これを作っていきたいと思います。至高の麻婆豆腐を作るのに何が必要かって言ったら、やっぱりですね、鍋とかね、いっぱい振るうので暑さに負けない心ですね、メンタルが一番必要なんですね。メンタルを養っていくために何が必要かと思いましたら、まあお分かりになると思うんですけど、やっぱりお酒ですね。キンキンに冷やしたソーダにデュアーズを注いでいきます。これで世界一簡単なハイボールの完成です。いただきます。はぁ、うまっ。どんどん飲んで足していけばね、濃度自由自在なんでね、これね、皆さんね、あんまり真似してると変な人に思われるので、これはお家でやってください。これね、うめぇ、洗い物も出ねぇ。ということで皆さん、料理は楽しくやっていくんじゃない。じゃあやっていきたいと思います。ニンニクから切っていきましょう。まあ、ニンニクね、もういつも切ってるのであれなんですけども、ケツを落として、で潰して炒めて使いますね。この芯の部分はね、取っちゃってくださいね。芯はね、繊維質なのでね、焦げるんですよ。で、今回はね、ニンニクが焦げやすい料理になるので、これをね、粗みじんに刻んでいきます。2かけだからね、結構ね、がっつりニンニク効かすっていう感じの、麻婆豆腐になります。で、麻婆豆腐の種類によっては生姜を使うのもあるんですけども、今回作るのは結構ガツンという味が決め手の麻婆豆腐になりますので、生姜は今回入れません。そしたらね、まな板の端に寄せておきましょう。で、こいつを切っていきます。で、僕はね、こう鉄と先っぽつなげたまんまこうやって線を入れて切っていくんですよ。意外となんかこれ皆さんやらないみたいなんですけど、このやり方いつばらけないので、できればね、包丁はね、ペティだとこうやってペンみたいに使えるんですけども、三徳でもできるかな。このやり方すごい便利で、で、こうやって切っていくと、蛇腹でやる感じのもあるんですけども、僕はね、こっちの方が好きです。なんかネギの繊維がね、あんま壊れないんですよ、これね。これ結構ね、細かく切れるんですよ。ここね、ちょっとね、余っちゃうんで、ここはね、そのまま切っちゃってください。はい、もうね、あっという間にネギのみじん切り完成になります。結構ね、たっぷりめに入れた方が長ネギ香りが立って美味しいので、半分使います。肉味噌を最初に作っていきます。サラダ油小さじ2から大さじ1ぐらい、ちょっとね、多めでいいです。はい、温めていきます。そして、はい、こう、なんかこの飲み方めっちゃ美味しく感じるね。なんかね、めちゃめちゃうまい。テンション上がってきちゃった。豚ひき肉、これね、味付けしないで大丈夫です。ここに豚ひき肉を、フライパン温まったら入れてください。そしたら、こう広げていく、焼き目というか香ばしさをつけたいので、ちょっとほっときます。で、フライパンを動かさないと焦げ目がだんだんついてきますんで、この焦げがね、すごく香ばしい、麻婆豆腐の秘訣になりますんで、最初はね、こんな感じで動かさずに炒めていきます。焼く感じかな、炒めるというより。で、焦げ目がちょっとついてきたなと思ったら、またこう動かして、あんまりやりすぎちゃうと焦げちゃうので、そこら辺は見切ってください。中火ぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じでですね、炒めては混ぜ、炒めては混ぜ、ちょっと
パリッてなった部分が現れてくるんです。これがね、この麻婆豆腐の、旨味の秘訣になります。で、これぐらい炒まったらですよ、まあ、火は少しね、弱火から中火の間ぐらいにしておいて、ここで、ニンニク。ニンニクはね、あまり火が強いと焦げすぎちゃうんでね。ここでニンニクを入れて、こう、香ばしさを出していきます。はい、ニンニクの香りがね、すごいいいんですよ。で、ここで、豆板醤大さじ1。今回小さじでやるので、小さじ3杯で大さじ1にしましょう。で、豆板醤ね、油となじませて、ちょっとね、炒めていきます。で、甜麺醤です。甜麺醤もね、焦げやすいんで、ちょっと気をつけてください。甜麺醤も豆板醤と同じ分量、大さじ1入れます。で、豆板醤、甜麺醤、特に甜麺醤は甘みが入ってるのでちょっと焦げやすいんで強火でやんなくて大丈夫です。で、あれば中華本格的に作る方は知ってると思うんですが、トーチっていうスーパーでも売ってるもんなんですけども、トーチを、小さじ1とか小さじ1半ぐらい入れると味に深みが出て美味しいんですけど、今回入れないです。入れなくても美味しい。そしたらですね、ここにラーの油を入れていきます。ラーというね、結構入れるんですよ。小さじね、小さじ2ぐらい入れちゃいます。一つ言っときます、これめっちゃ辛いです。僕は辛いの大好きなんで。で、炒めていって、これで肉味噌は完成。めっちゃ深い色になってますね。もう僕はね、汗吹き出てます。で、これは冷めても美味しい肉味噌なの。まあ、このままね、ご飯とかにのっけてもめっちゃうまいんですけど、今回はですね、このままちょっと冷ましておきます。で、これ結構ポピュラーなやり方なんですけども、一回ね、お湯で煮ます。これなんで煮るかというと、煮崩れしにくくなって、あと豆腐の食感がマジで違うんで、安い豆腐でも ものすごいいい食感になりますので、一回茹でることによって、これ茹でていただきたいんですけども、今回はですね、麻婆豆腐なので、僕の場合ですよ、こうやって線入れてこう9等分ぐらいですかね、はい、で、これをもしね、苦手な方はスプーンとかでやっていただいてもいいんですけども、麻婆豆腐って多分この形かなと思うんで、で、これで大体ね、2分ぐらい。じゃあ2分茹で上がりました。これちょっと置いといて、さっきのね、深くいった肉味噌、こいつを用意しておきます。で、ここに茹で上がった豆腐入れていきます。こうするとね、崩れにくくなるし、非常にね、食感がね、良くなります。絹豆腐はこれやった方がいいです。ちょっと手間なんですけどね、今回試行シリーズなんで少し手間入ります。で、これね、火かけていきます。最初はね、強火で大丈夫です。で、ちょっとね、沸いてきたら水、これね、200cc1 カップです。1カップ入れます。こうするとね、だんだんこう、さっきまでどす黒かったんですけど、麻婆豆腐の色になってくるんですよ。でね、これね、全体が沸くまで、このままやっていきます。調味シャンダンが小さじ1、まあ、小さじ1弱でいいかな、入れていきます。で、まあ、ちょっと全体をこう溶かしてもらってね、全体にこうなじませます。もううまいわこれ。で、沸いていきますんで、こうしたらネギを入れていきます。ネギはね、たっぷりめが美味しいの。お、もう麻婆になってきましたね、皆さん。これそしたら、ちょっとね、調味していきます。お醤油がだいたいね、小さじ1もいらないです。小さじ2分の3ぐらい、ちょっと香りづけでいきます。お酒はね、大さじ1入れちゃっていいです。これ風味付け、紹興酒があったら紹興酒入れてもいい。まあ、ちょっと僕なかったから黒胡椒入れちゃうんですけども、粉胡椒でも大丈夫です。で、手早くやらないと水分が飛んじゃうんでね。で、もし心配な方は弱めの火でゆっくりやってくださいね。で、最後に、片栗粉大さじ1を倍量の水で伸ばした片栗粉を入れていきます。で、全体的に混ぜて、で、ここに火つけながらやらないととろみがつきませんので、ごめんなさい、ちょっとね、風味付け醤油、醤油小さじ1と強ぐらいかな。お塩、ここで仕上げのラー油。ラー油ね、炒めるとちょっと香り変わるんで、少しラー油、最後終的に振ります。ここら辺はね、好みの範疇なんで、ご飯にもお酒にも合うように濃いめにします。最終的にお醤油は小さじ1半ぐらい入れました。はい、じゃあ持っていきます。今回はね、1人分持っていきます。うまそうだね、麻婆豆腐。こうじゃないとな。分量は2、3人前なんだけど、絶対にうますぎて全部1人で食うから、1人で食うように思っといてください。仕上げに少しかけて、あとまあちょっと追いラー油してあげましょう、ね、僕ラー油好きだから。
で仕上げに好みでいいんですか、これ花椒じゃなくて僕山椒の方が好きなんですよ。麻婆豆腐は山椒かけてください、はい、まあね、山椒めっちゃ合うからこれはね好みです。僕は今かけちゃうけどこれ好みで大丈夫。はい、そうしましたら至高の麻婆豆腐完成です。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。この間いただいた札幌クラシック麻婆のビールでしょ。いただきます。あ、勝った。第3分間、はい、いただきます。いただきたいと思います。いただきます。うまあ、すぎる。麻婆豆腐はねこれですよ皆さん。このね甜麺醤のねコクの中に豆板醤のすごくうまみと辛みが効いててですね、こいつはもう化け物みたいなもんですね。肉も最初にちゃんと作ってやってるのですっごくね香ばしいんですよこれ。うまっ、辛っ。最後に振りかけた山椒の香りね、これほんと肝だと思います。僕ね、あ、花椒もすごい好きなんですけども、麻婆豆腐に関しては僕はうなぎにかけるような山椒、これがね一番合うと思ってます。そしてお豆腐とお肉の食感のコントラストが最高ですね。これはねちょっとやばいっす。久々に食ったけどマジでうまい。これはね丼にしてもうまいですよ。これは皆さん分量守ってね、手順も守って作ってください。油をねケチンないで作ってるんでコクが深い。途中で刻んだネギを大量に入れてるんですが、それの旨味と食感も残ってますね。こいつは最高の麻婆豆腐、僕史上最高の麻婆豆腐と言っても過言ではない。中国のお母さんが作ってくれた麻婆豆腐に一歩だけ劣るって感じですね。でも日本で食べる麻婆豆腐ではこれが一番美味しいです。これはねぜひ片手にビール用意していただいて麻婆豆腐でいっぱいやっていただきたいですね。まあそれがねご飯と一緒にね暑い日にガッとかっこんでもらえる、これぐらい力を持った麻婆豆腐でございます。ぜひ皆さん作ってみてください。今日の僕のハイボール劇場はいかがでしたでしょうか。ぜひねみんなで楽しむための料理っていうのを非常に信念に思っておりますので、皆さんね楽しみながら料理をしていただきたいぞ。楽なのもいいし、四股シリーズとかちょっとね大変だったりもするんですけど、まあ皆さんね自分の合った料理方法で楽しみながら料理をしていただいて、僕と一緒に人生を謳歌していきましょう。